誕生日から1週間経ったんだって。早っ。早いのかな。ショールームまでにメイクしようと思ったんだけど間に合わなくて間に合わなかった。今日は何もないですが、いろいろ動画とか写真を撮りだめようと思って今日もメイクしてます。さっきみおさんに何した？みおさん？みおさんに何て打とうとしたの？ TikTok どうでしたか？昨日あげたやつ良くなかった？結構なんかああいうの流行ってるらしいよ。みおさん、え、みおさんになんで LINE 送ったの知ってるの？みおさん言ったのかな。なんかプロデュース48をニコ生で見てて、みおさんが出てたじゃん。でみおさんになんかセンシュアリティの LINE で、みおさんお誕生日おめでとうございます、左おめでとうっていうのが1週間後ぐらい の今日来たんですよ、皆さんから。センシュアリティの LINE グループで、でその後に個人的になんか今日みおさんに会いたいなと思ったから個人的にも LINE を打ったら、みおさんどこかで言ったみたいです。どこで言ったんだろう遅っ。今日はキャーこんなの着てます。でも下はダサパジャマっていうね。そう、こんなのを着ていました。今日はこれで
TikTok を撮ろうと思って、え、みやさんラジオで言ってくれたのかな、なんて言ってたの、なんて言ってくださったんですか、みやさん。私ね、なんかね、普通の長袖の服とか着てると着太りしちゃうから、劇場公演ってさ、ブレザーみたいのが多いじゃん。そうだからなんかあんまり細い部分が見えないんだけど、意外とくびれちゃんは太ったんだけど、くびれはあるんですよね。でもちょっと鏡を見て、昔の写真を見てげんなりしたんで そうだからね、ちょっと頑張ろうと思います、この自粛期間に。でも2キロ痩せたからあと2キロ。撮ろうかな。みおさんいい子だって言ってたって。みおさんいい人。そうそう、衣装ね、重ね着多いよね、 AKB の衣装可愛いんだけど重ね着多いからさ。どういう髪型で撮ろうかな、なんか案ありますか？パジャマ最強ツインテール、あ、僕の好きな最強ツインテール、開いすぎて気になる、なんて素敵になったんだろうだけ。え、ちょっと覚えたいけどさ、覚えよう。このアイシャドウを田中みな実さんが持ってって買ったんです、前だけど。なんかメイクする機会がさ、ないからさ、今昨日もすっぴんだったしさ、だからなんか配信の中とかでこうメイクは楽しむしかないですね。
なんかもったいない、コスメがもったいないなと思って。今飲んでいたのはお酒ではありません。今飲んでたのはレモンの無糖レモンの炭酸です。怪しい？え、本当にマジで。私お酒飲んじゃったら眠くなっちゃうからね。しかも一人の時は飲まないですね、基本。なんか眠く、例えば悩んだ時とか仕事とかいろいろ自分のことで、そういう時になんか寝れなくなっちゃうんですよね。そうだから たまに寝れない時はお酒を飲みますが、最近はもう爆睡してるので、今日もなんかお昼くらいに起きて、本当にダメな生活を送っているなっていう感じです。飲まないと寝られないこと、飲まないと寝られないっていうか逆だね。私の場合寝れないから飲む。山梨のワイン、山梨のワインは飲まない飲まないかな。なんか冷麺がすごく食べたくて、なんか低カロリー冷麺っていうのが今流行ってるらしくて、そう、こんにゃくで白滝冷麺っていうのが流行ってるみたいで、なんかいいなと思いましたいいなと思いました。みんなの好きな私の鎖骨
みんなの好きな私の鎖骨似合いすぎてキュンシする、なんで鎖骨を出してるの、それはみんなに見せたいからまあね、出したいとこは出した方がいいですよ。人生一度きりしかないから、え、一度きりしかないから。首のライン、何？あ、肩のライン、首、首って見えちゃった。肩のラインどういうこと？どういうこと？肩のライン。ちょっと顔痩せた感じする？一時期より。誕生日ぐらいの時より2キロぐらい減ったかもしれない。家にいると食べないんですよね、あんまり。お腹すかない、動かないから。この辺がなんかスッキリした気がする。僕の好きな最強ついてる、なんで普通にするんだ。そう、お腹空いたら食べる感じ。最近アイス食べた。え、最近食べた。あのね、あれが超美味しかった。なんだっけな、パピコのマスカット味。食べた人いる？パピコのマスカット味が超美味しかった。誰とシェアしたの？シェアする人はいないので、もう2つ一気に食べました。え、シャインマスカットの時期だね。ちょっとママたちに送ってもらおうか。今日あのやっぱ、ま、お店とかも行けないから炭酸水を箱で頼もうと思って、京炭さんを。で、今日頼んだの箱で、でアマゾンで頼んだんだけど、
見てみたらなんか頼んで、なんか早く届くなと思って、明日届きますって書いてあったからやったと思ったら、なんと実家に送っちゃって、山梨の方に送っちゃって、登録を変えていなかったから、チクったと思って、だから山梨から送ってもらおます。白いスニーカー買った？買ってくれたの？やった。やったやった。なんか TikTok はさ、今動画を撮るからメイクしてるんだけどさ、TikTok とかさ、写真とか動画、特に動画を撮るときとかメイクがめっちゃ薄く見えるからさ。今結構濃めにしてる。自分よ、私よかと思ったのに。シク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 、舞台の時めっちゃ怖かったよね。なんかつけまをつけるみたいなやつで、あのマジムリの時に、マジブリの時つけまつけてたな。でもね、舞台ってびっくりするほど何か濃く見えないんですよね。
大体は完成したぞ。TikTok 撮りだめてるやつね、なくなってきちゃったから今から撮る。そう、今から撮る。まだね、どういうやつにするか考えてないな。毎日投稿してるけど、いつまで続くかわかんない私のことだから。でもできる限り、今は仕事ないからさ、暇なんで、こうやってゆったりショールームでメイクして、この後動画撮ってっていう生活ができるけど、できる限りはしようかなっていう、無理がない程度にしようかなっていう感じです。というわけで、そろそろ終わろうかと思います。じゃあ皆さんありがとう。読みます。1位かっちゃん、2位のぶさん、3位なははんさん、4位ラブいちごちゃん、5位あきらさん、6位ピータさん、7位上とっち、8位キャプテンアクアさん、9位あやぽんあやかさん、10位ハーマンさん、11位マリユリちゃん、12位ワイマツさん、13位ひろかんぶりさんです。じゃあ最後にスクショを、昨日はすっぴんだったか、前髪やってないけどいいかな。というわけで皆さんまたねー。 TikTok 撮ってきます。今日もあげるから、いいねとコメント待ってます。バイバーイ。